本日はアメリカワインについて解説を行っていきます。それでは早速いきましょう。アメリカの太平洋地域は北から南に流れるカリフォルニア海流が水温の低い寒流である影響で、海に近いほど冷涼で、内陸に入るほど暑く乾燥した気候となります。カリフォルニア州中部からオレゴン州にかけての太平洋岸には海岸山脈があり、冷たい海からの影響を緩和しています。またニューヨーク州の大西洋岸では冬の寒さが厳しく、夏は蒸し暑いです。現在アメリカのほとんどの州でワインが作られており、生産量も拡大しています。カリフォルニア州が全生産量の 80% を占め、また国内の約1万1000件あるワイナリーのうち約 43% を占めています。年間生産量は1位カリフォルニア州、2位ワシントン州、3位ニューヨーク州、4位オレゴン州の順番です。アメリカは約3億3000万人を超える世界第3位の人口を持ち、国内ワイン消費量は約3785万ヘクトリットルと世界最大です。2019年に近年で初めて減少しましたが、2020年のコロナ禍でアルコール飲料の家庭内消費が増したことにより再び増加傾向を示しています。近年の市場動向としては、ネット販売やワイナリーから消費者への直接販売が伸びています。現在アメリカのワイン市場構成は、西海岸ではカリフォルニアを中心とするアメリカ産ワインが主流で、東海岸ではフランス、イタリアなどヨーロッパ産ワインが主流となっています。1492年、クリストファー・コロンブスによりアメリカ大陸が発見されました。これ以降、ヨーロッパ諸国による植民地化が進んでいきます。アメリカでの最初のワイン作りは18世紀頃、教会の修道士たちによってキリスト教のミサ用のワインとして作ったのが始まりと言われています。1776年、イギリスの13植民地が独立を宣言し、アメリカ合衆国が誕生しました。1848年、メキシコ戦争に勝利し、カリフォルニアがアメリカの領土の一部となりました。19世紀後半、西部はゴールドラッシュによる人口の急増でワイン需要が拡大しました。またこの頃、フィロキセラ被害がソノマで最初に発生し、その後ラブルスカ系を台木にした杉木苗の開発が進みました。1920年、禁酒法の制定が行われ、これによりワイン産業は大打撃を受けました。1934年、ワインインスティテュートがカリフォルニアに設立。カリフォルニア大学デイビス校にブドウ栽培、ワイン醸造科が設立されました。この2つの機関は共同で研究・開発を進め、ワイン産業の発展に大きく貢献しました。特に温度コントロール装置付きのステンレススティールタンクはカリフォルニアで開発され、世界中に広まりました。1976年、パリテイスティングでカリフォルニアのワインがフランスのワインより優れているという審判が下り、全世界のワイン界に大激震が走りました。1978年、アペラシオンの規定を含む現在のワイン法の原型が形成されました。主要白ブドウ品種はシャルドネ、フレンチコロンバール、ピノグリ、マスカット・オブ・アレキサンドリア、リースリング。フレンチコロンバールはフランス・コニャック地方原産で、主に大量生産型の白ワインとスパークリングワインの原料となります。主要黒ブドウ品種はカベルネ・ソーベニョン、ジン・ファンデル、ピノ・ノワール、メルロー、ブルナッシュ、シラー、バルベーラ、プティシラー、ルビー・カベルネ。ジンファンデルはイタリア南部のプーリア州で生産される黒ブドウ品種です。プティシラーはアメリカおよび南米で栽培されている、色が濃くタンニンの強いワインを作る黒ブドウ品種です。以前はポルトタイプの主成強化ワインに使われていましたが、近年はジンファンデルなどにブレンドされることが多い品種です。ルビーカベルネはカリフォルニアで開発された交配品種です。西部太平洋岸ではシャルドネ、ピノグリ、カベルネソーベニョン、メルローなどが多く栽培されていますが、冷涼な地区ではピノノワール、
リースリングなどの栽培割合が大きいです。東部大西洋岸ではリースリング、カベルネフランなどの冷涼な気候向きの品種が多く栽培されています。1789年以来、種類の製造と徴税に関する法律はアメリカ財務省の管轄下にあります。1933年に品種法が撤廃された後、1935年に再び種類の製造と税制に関する法律が規定されました。1978年の法改定により、アペラシオンの規定を含む現在のワイン法の原型が形成されました。2003年より TTB がワインの製造方法を規定し、品質管理を行っています。政府認定ブドウ栽培地域を表す AVA はヨーロッパの原産地呼称制度とは異なり、栽培、醸造方法、品種などの規定はなく、産地の境界線を定めるのみのものです。現在のところ、アメリカのワイン法に格付けは存在しないので、AVA 間に優劣はありません。しかし近年では、より小規模で特殊な地理的、気候的条件を持った地区の存在が明らかになるにつれて、既存の AVA の中に、新しく小規模な AVA が認定されるといった傾向にあります。アメリカワイン法ではブドウ品種名、産地名、収穫年などをラベル表示できる含有比率が定められています。国の規制とは別に、カリフォルニア州とオレゴン州は独自の規制を行っています。オレゴン州はアメリカで最も厳しい規制を設けています。エステイトボトルドは生産者元詰めを意味します。エステイトボトルドを表記するには、瓶詰めをするワイナリーと原料ブドウを栽培する畑が同一の AVA に位置しなければなりません。バライタルワインはブドウ品種名をラベルに表示したワインのこと。セミジェネリックワインはワイン名の一部にヨーロッパの有名ワイン産地名を使ったワインのこと。これについては EU との協議の結果、2006年から指定されたセミジェネリック名称の使用が禁止となっています。メリテージワインはボルドー原産のブドウ品種をブレンドしたボルドータイプの高品質ワインのこと。メリテージはメリットとヘリティッジを合わせた造語です。アメリカでは現在ほとんどの州でワインが作られていますが、カリフォルニア州、ワシントン州、オレゴン州、ニューヨーク州、バージニア州が代表的な産地です。カリフォルニア州には5900軒を超えるワイナリーがあり、アメリカワイン総生産量の約 80% を生産しています。またカリフォルニアワインの国内小売金額は約436億ドル、輸出金額は約 13.6 億ドルで、アメリカワインの輸出金額の 95% を占めます。カリフォルニア州は別テーマに分けて詳しく解説していきます。ワシントン州はワイン産地としての歴史は浅いですが、急速に成長しており、アメリカのワイン生産量の約 4% を占めます。最大の AVA は州内の大半を占めるカスケード山脈の東側に位置するコロンビアバレーはブドウ生産量の 90% を占めます。州都シアトルはマイクロソフト、アマゾン、スターバックスなどアメリカを代表する企業の本拠地があり、任天堂のアメリカ本社もあります。太平洋から吹く湿った風はカスケード山脈を越えると乾燥した風となり、内陸に吹き込みます。そのため内陸にあるコロンビアバレーは非常に乾燥し、寒暖差の大きい大陸性気候から半砂漠気候、砂漠気候となり、ブドウ栽培には灌漑が必要です。ブドウ栽培面積は約 2.4 万ヘクタール、ワイン生産量は約160万ヘクトリットルで、栽培面積、生産量はともにカリフォルニア州に次ぎ全米2位で、ワイナリーの数は過去10年で2倍以上に増えています。フランスのシャンパーヌ地方が栽培面積 3.3 万ヘクタール、ワイン生産量210万ヘクトリットルですので、全米2位の規模ですが、比較すると小規模な産地と言えると思います。主要ブドウ品種は、白はシャルドネ、リースリング、黒はカベルネソーヴィニョン、メルローです。オレゴン州のワイン産地は
太平洋沿いの海岸山脈とカスケード山脈の間にあるウィラメットバレーとその南側にあるサザンオレゴンおよびワシントン州との境界を流れるコロンビア川流域にあります。オレゴン州のワインが世界的に認められたきっかけのエピソードとして1980年にフランスで行われたブルゴーニュとオレゴンのピノノワールの比較テイスティングが挙げられます。このテイスティングでジ・アイリー・ビンヤーズのピノノワール1975年が第2位になりました。ブドウ栽培面積は約 1.5 万ヘクタール、ワイン生産量は約51万ヘクトリットルです。この数字はフランス・アルザス地方のものと似ています。年間生産量5000ケース以下の小規模な家族経営ワイナリーが全体の 75% を占めています。近年は冷涼気候から生まれる高品質ピノノワールの産地として世界的に注目を集めており、栽培面積は約 59% を占めています。他にも全ブドウ中2位のピノグリ、3位のシャルドネなどが栽培されています。ニューヨーク州は東側のロングアイランドから西側のペンシルバニア州との境界まで東西約 800km にも及びます。州内には現在471軒のワイナリーがあります。初めてブドウが植えられたのは17世紀中頃でオランダ人によって現在のマンハッタンに植えられました。ブドウ栽培面積は約 1.4 万ヘクタール、ワイン生産量は約107万ヘクトリットルです。主要品種は白はリースリング、シャルドネ、ナイアガラなど、黒はカベルネフラン、メルロー、バコノワールなどです。バコノワールはフランス白ブドウのポルブランシュ種とアメリカ黒ブドウのビティスリパリア種を交配して作り出したハイブリッド種です。寒さの厳しいニューヨーク州では20世紀に入り、数々のフレンチアメリカン交配品種が開発され持ち込まれました。バージニア州は大西洋岸の南部に位置し、最初に独立した東部13州のうちの一つで、州都はリッチモンドです。初代大統領のジョージ・ワシントンの出身州でもあります。1600年代初頭より、イギリスがヨーロッパから持ち込んだビティス・ビニフェラ種のワイン用ブドウは、厳しい気候や病害のため、この地に根付きませんでした。1820年代にリッチモンドでダニエル・ノートン博士が、交配に成功したノートン種から高品質なワインが作られるようになりました。太平洋岸の産地よりも降雨量が多く夏も穏やかな気候であることから、ヨーロッパなどのオールドワールド的スタイルを持つワインができます。ボルドーブレンドの赤ワインやエレガントなビオニエも注目を集めています。ワイナリーは1995年の46軒から2021年では約300軒まで増加しています。ブドウ栽培面積は約 0.1 万ヘクタール、ワイン生産量は約 8.9 万ヘクトリットルです。主要品種は白はシャルドネ、ビオニエ、黒はカベルネフラン、メルローなどです。アメリカワインはニューワールドの中でも品質が高く、世界が注目する銘柄も多くあります。カリフォルニア州の気候は温暖で、ブドウが完熟しやすい環境にあるため、ブドウの味をしっかりと味わえるワインができます。また、ニューヨーク州やバージニア州のように、厳しい環境の中で、それに耐性を持つブドウ品種の開発を行い、国際的に評価を獲得したワインもあります。このチャンネルでは、ワインソムリエ試験の対策をコンテンツの目的として、学ぶって楽しいをコンセプトにお届けしています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。